はい、じゃあ始めていきましょう。第209回ケフゼロニウム紅白戦スタートします。はい、ありがとうございます。強引に拍手を誘いましたけども、はい、209回ですね、スタートしました。はい、大丈夫ですね。もう200回から209回でございます。で、本日が今んところ人が10ちょい12とかなので、まあちょっと様子を見つつ、ワンライフかツーライフかを決めていきたいと思います。多分1になりそうだけど。で、ワンフィガーが高校さん、高校ゼロニウム入門ということで、まあデュエルとかもねあるんで、やはりちょこちょこみんな触る、サーティン勢がゼロニウムを触ったり、また逆もしかりといった感じでしょうか。で、次側はトモモさん、参加は2回目3回目といったところです。だいぶやる気勢ですね。というわけでスタートです。まあ、接戦はコウコさんの K ダッシュはダメージ。あっと、弱距離をバックステで避けて反撃ですね。ボクちゃんって誰だ。ラウンド2ファイト。で、ラブリス、さあ、ラブリスはやっぱヘルシの飛びをやっぱちょっと的確に落としていかないときついかなっていうところがありますね。あとは合間を縫って、で、逆にラブリスはうまく当然落とされないようにうまく飛び込んでいかなければいけませんが、うまい。大将かすみ、ここは苦しいですけど、ここはもう手出しを亡き者にここでしておきたいところ。打ち切って、一応相模壊しもかかるんだよね。落として打っていく、はい、体力が少ない状態だと頻度も上がってきますが、ジャンプ飛ばし、はい、後から参加も大丈夫です。まあ、どっちもなんか後から来た方とかは、まあ、どちらにどのタイミングで行ってもいいかなといった感じです。で、参加費が100円となっております。そうこう言ってる間にココさんのベニマルが画面味からなかなか逃がさない。ジャンプ量をうまく使って、はい、IH からだ。あ、まだワンチャンスか。中段から登場しがやはりむずい。ああ、今の一発が痛いな。ああ。さあ、2戦目が、よし、ヤシさんです。これなんかなんだっけ、これあったよね。そう、昔の、うん、ちょっとなんかあの、まあ、ネット用語みたいな、うん、ありましたね。で、参加は昔に1回ということで、バッターもなかなか特殊です。ハイデルの初手、そしてクラークアンディ、コウコさんは変わらずかな。でも初手だとなんかよくわかんないんですけど、なんとなくラクリスの方がやりやすそうな感じはしますね。なんか初手でゲージない状態でしゃがんで待たなきゃいけないっていうのはちょっと相手のきついよね。しかし今のところはデルンがうまく立ち回っている。ジャンプも駆使して
あ、距離の取り方がうまいですね。時間もないところにジャンプ A かな、相打ちになる。ウィナー任務完了。ハイデルンの、ハイデルンってなんか地上も飛びも使えない技がほんとないですね。遠距離 D ぐらいか、厳しいのは。あと金 B かな。あ、うまく落として。そこもやはり上をよく見える。裏から繋がらない。そして、あ、これは危なかった。あ、削り合い。死なないと思ったかもしれないですね。3回、3ドット。ラウンド3ファイト。セクラーク、これはちょっと牽制の相性がクラーク側がかなり悪いですけど。いや、苦しい苦しい。さあ、ここは出なかったか。苦しいな、これは。そっか、空中投げもあったもんな。今強いですね。まあ、クラークには空中投げがあるって言おうとしたらベニマルが投げてて、そのベニマルにもあるんだよね。あ、でもこれはなんかよくわからないですけど、結構いい勝負な感じがします。あ、しかしもう状況が高校さんがだいぶ有利。さあ、確定も取っていく。さあ、入門といった名前ですが、ここは全部使って殺しきる。やはり KO 力が、基礎能力が高い。あ、しかし大将戦までもつれましたね。2ゲームですが4ゲージ。アンディ、あっ、でかい一発を当てたかったがやらかしてしまう。メイさん、メイセイさん、オーダー。さあ、これは高校無双ありますね。大いにあります。はい、そうなんですよね。はい、そうなんですよ。今日僕来てみたら高校さんが高校してて、はい高校してました。久しぶりに高ま…のせいであんな高まったの久しぶりなぐらい。やっぱなんかこう、昔の人と久しぶりにやると、そうなんです、なんか、ああ、そうそう、その感じみたいな、ありますよね。お久しぶりですね、みたいな。ココさん、やっぱり本当恐竜…ココさんって言うと、金で一生くるくる回ってる人じゃないですか、どの作品でも。パナニっていうあだ名すら好きなんだから。パナニ、パナニ、パンダとパン、パナシの兄貴です。パナシの兄貴、何々の兄貴。京都、京都で、高校生だって京都まで来て、はい、一生クルクルして帰ってきた男です。散々な言われたですけど、クルクルはなくなっちゃったんですけど、やっぱり昇竜がね。まあ、けど上見てますね、よく。上見てる人もね、やっぱ見ない昇竜すげーなのがありますからね。何回クルクルしてるんですよ。まあ、しかし、まあ、まあ高校さん、まあ天敵とも言えるでしょう、こういう特殊なメイさんみたいなこのタイプは。まあやってる時はこういう色物をね、バッタバッタとなぎ倒してたんですけど、さすがに最強キャラ以外はもうちょっと覚えてないかもしれないです。まあそういうことも見てしまうが、なんかおかわりがありそう。幸い高校には立ち回りがある、はい、確かに。しっかりしてる、さすが高校さんや。さあ、パンダさんも来て、人も増えてきたところ、いけません。多分ベニマルあんまりやりやすくないですよね、きっと。まあこれそうですね、結構飛びがね、抑制されがちなので。しかしゲージがないので、まあ、そうですね、ちょっと地上戦メインになるんですけど、地上戦はなかなかいい勝負なんですよね。 NP も ND も。なるほど、結構いい勝負だと思うんですよね。お互
がいつ裏切って飛んでいくのかってところでしょう。ココさんあれですかね、デュエルを見越してやってるんですかね。あ、それもあると思います。だからそれがあるのかな。ココ、アットマーク 02M 入門って書いてますからね。入門生です。いや、バカだ。ココさんやぞ。あ、確かに入門生あんなシャツを使わないですからね。ココさんやぞ。確かに、なめんじゃねえってだけんなよって。島田さんやぞ。全く関係ない人が出てきたけど。さあ、扱ってしまう。これ、だいぶ厳しそうですよね。初対決。そうですね。JD はね、やってた時期もいなかったでしょう。さあ、しかし4段できる。ああ、今惜しい。さっき、うん、あの、混ざったっぽいですね。あっちもできるんで。強盤に行けてれば発想まで行けたところですが、ここは食らってしまう。兄貴まだか。ああ、勝ってた。ちょっと惜しい場面でしたが、メイさんがここは行った。はい、さあサムさんです。サムさんもやってますよね。あ、パムさんはいつものメンツで、そしてがマスミ。さあ、こうなった時点でちょっともう結構いい勝負というか、霞側も苦しいですね、一気に。まあ、霞側の狙いはゼロゲージのうちに端っこに追い詰めたり、1回でも扉を通したかったところですね。そうなっちゃうとね、そもそも中距離戦がかなり前側いけるから、あの、なんだろう、やっぱゲージのないうちになんとかそれを押さえつけたかったんですよね、サムさん側としては。先に前側がね、一撃で溜まっちゃうと、せっかくチャンス使ってもガーキャンで仕切り直されちゃうから、まあ、その機会も今はなかったですね。かなり上手かったですね、メイさんが。あ、これ、うお、ガードしている。あ、これもね、霞戦とまではいかないですけど、ちょっと似てますね。結構遠距離でもやり合える。発動まで決まって、これはさあちょっと出ないが、おかわりがあるのか。さあ縦横無尽に空を暴れ回って、ああ、完全にメイさんのワンサイドになりつつある。さあ逆転からはかくらない。ああ、禁止。あ、一気に苦しくなった。これがあんまり当たる機会はないけど、結構メイメイス側きついんですよね。しかしここはもう押し切った形で、中堅が量かな。さあ打っていく。そして前を開けていく。それだけめくって、うまい。ないが通り、後転を選択。あー苦しい。こうアグレッシブにいかれるとなかなか手も出しづらい。さあ、ちまちまとダメージを稼いではいるが、5本目がなかなか通らない。あー、ここで一撃必殺からの MP ピチッと一発決めて、パムさんが不思議な顔をしている。さあ、ティアナさん、まあ、メイさんでいいかな。今メイさんが、はい、勝利をぶっ放した後当て身やった瞬間にヤチがこいつぶっ放してるくせに当て身とかやかましいって言ってた。
った瞬間に当てるからまたやかましいマックス勝利。さすがや。なんか本当ね、やりたい放題やった後なんか冷たく帳尻合わせみたいな感じでやかましい。ちょっと上手いとこはね出るっていう。それだけじゃないでっていう人間のいいとこが出ましたね。そうよくありますよね、やっぱ関係なくやってると。そうよくねタイムアップ間近でもうめちゃくちゃやられて、めちゃくちゃやった側がリードを奪い返して残り体力まあお互い少ない状態でタイムアップ間近に急に冷たくなって上見てるみたいな。よくあるんだよね、最後だけ冷たいみたいな。前誰かとそういう話したんだよ。あー確かに直樹さんとかうまいね。あーそして先鋒戦がもう崩れ落ちている。まあ後方戦からこちら、うん、今のは手を出してしまったのか。中段当たってこれはさあちょっと迷ったか。まあ、体力少ないときは本当迷うよな。あれ全然決めきれないし、あれ当てた後すぐ殺されちゃうとね、ゲージ払っただけみたいになっちゃうときがあるから。あ、吹っ飛ばして耐久を取り、ハハクさん強い。さあ試合の輪どんどん進んでいきます。飛ばしたらあと取りたい、うまい。あそこなんかダッシュしてしゃがみし貢献が出るところがやはりやり込みを感じますね。ちょっと潮流が漏れてもおかしくないような場面ですが、さあティアナさんが大将出る。出るの1個の弱点として前相手の前転にね弱いのがありますね。しゃがみ A がドミッチャクだとスカってしまうっていうのもあって、うまい、狙っていた。まあそうですね、相手の前転への対処っていうのもハイデルカーの1個の課題でしょう。アッコン投げを通して対処戦、うまい。まだありそうな感じがある。投げ返して、走り込む、うまい。さあ吸い取る、早い、リーダー暴れて、まだ何かありそうな気がする。さあいいよ、ヒーローモードまた見とって、ゲージを払う。バッチしかみ合った。さあナスオさんです、ぶっぱナスオさん。さあナスオさんといえばやはりこのいいですね、昔ながらのこの昔やってましたみたいなチーム構成です。さあまあこれはちょっとラルフがやはり苦労する。まあなんとかこの風の線とかをもうちょい踏み込んでジャンピーとかで一回飛びを通してから攻めを継続させていきたいところですが、当たる、はい、なかなかやはり相手の間のところに飛び込むのが難しい。あっ帰ってきてしまう。前方戦はマイが取って中堅が何だ、テリーかな、キング。
グはまあ負けて先方落としている状態ではありますが、まあなんか押し付ける感じはありますね。ゲージがないのでなかなか難しいところ。ああ。キング大量うまいな。またあやかましい技が出るやかましいっていいなさあ万全な状態でおさが、これはちょっとナソさん苦しいな。あーやりたい。あーここは使って禁止な状態ぶっぱなすおが最後ぶっぱして散っていってしまった。ゲームオーバー。さあワンピーガーがモノノフさん、さあ名前がモリフからモノノフに戻りまして、オーダースライクここでもやかましいが出る。まあ多分なんか本人は別にそのままでも良かったんだと思うんですけど、多分あんまり浸透、まあモノノフがもう俺モノノフバッチリね、ビシッって感じだからね、オラーって感じだからそう、もう物がハマりすぎて、あれがもうあれを超えることができなかったんでしょうね、おそらくね。さあそんな感じで手がさえまい、ああいう通常投げもすごい通りやすいですね。ジャンプ攻撃が隠るか隠らないかの時ってどうしても相手側がガード一辺倒になりがちなので、さあ続いて、あっと今まあ投げに行って投げが出なくて強パン、あ当たったってとっさに入力したらちょっとねっていうところですよね、多分状況的には。まあ少し前見え、あ前側確かによく我慢した。ああジョン君これもう全然よくわかんないけど、なんかまああんまり捉えづらそうだよね、ジョンが前を。まあ、しかし残り体力少ない、わずかな範囲を早めに仕留めていきたい。ジャンプリーグで勝って裏から、あ裏で丁寧に削っていくが最後はしゃがみへ。技が乱れていくよ。確かにジョンはあれよく打つよね、感覚的にはフォクシーのお互いみたいな感覚なんだろうね多分。ああ小野さん側がちょっとペースを取り戻してきた感じがあります。ジャンプ飛ばしからしゃがみ落として、さあこれはおおマジか、さあすごい読み合い、これを取った方が結構でかい、取るスラが空振って、さあ投げに行ったところか、さあめくりに行ったのか、おお
ここは体力を減らすことなく大将戦出てくるのはネームレス。危ない今落とせない。それだ。さあもう。あ、これもしかして？あー、さあおかわりタイムだ。しっかり下がって。さあ危ない。マジか。走り込んだけど繋がってないが当たっている。まだあるか。逃げジャンペイからスラガーキャン。あー苦しいかさすがに。だー、ジャンシーでめくった。さあやつ、オーダーストライク。はい、やつさんです。ラウンド1ここはクーラ系ネム。一発刺さって早めに脱出。あー、あの当たり方の時とか走って敵を奪えちゃうのかな。ああいう判断もねやっていきたいですね、やっぱね。はい、からうまい。さあお互い結構のないまま時間が20秒切る。リードは若干やつ。あ、よくある。はい、持続がねちょっとある分、サーフィンでいう空手の弱攻法みたいな、あれ食らうとね温まるんだよね。ああー追いつかない。まあしかし判断難しいですね。発動してももしかしたら切れちゃうかもって避けて、そこでちょっと発動行き切れないよ。1ゲージでも負けてただろうし。そうですね、とっさにスラから調子したしのぎはって難しいですね。あそこでの場面あんまり普段使わないルートだけに。続けばヤツが先行クーラで中堅の量までも体力も6割ぐらい7割ぐらい減っている。つなぎが通って、あやかましい。流行りそうだな。終わりにしよう。ああ、まだ惜しい。もうマジか。いやー、量は引っかかりやすいだろうな。ジャンプがね、そこそこ低いんで。こいつ。ラウンド4。飛んで。さあ当たっている。あー痛い。あー勢いに乗りかけたのに、やはり。あっ最大を取りに行ったが、今のミスはちょっとでかいが、フォローが効いている。まあ確かに壊しがね、壊し発動しかないのがちょっと厳しいけど。ラウンド5、まあ一発はね、メインも光るもんがあるんですけど。さあ、スピードのあやつが決めて、まだ残る。あー今のはゲームオーバー。